ねえ、みんなは将来持ってくれる人のことって考えたりする？そりゃあちょっとはね。でもそれと原告は関係ないやん。別に先生がどうとかじゃないんだけど、私夏祭りで赴任前の先生に偶然会ったことがあって。ふん、そんなことがあったんや。すごく決まっててね、いつか私もあんな風にって思ったら。ダメ、激鉄が落ちちゃう。ふっこのエッチ。